当時18歳で大学に入りたてだった俺には3つ年下の妹がいた。妹はネクラな俺とは真反対の性格で、とても明るくて同級生や部活の先輩たちにも慕われていた。その当時の俺といったら、大学に入ったとは言ってもお世辞にもいい大学とは言えない大学で、父親は俺は有名国立大学に行っているのにお前はなんでそんな大学に行くのか、恥ずかしい、バカだ、家から出て行けと散々罵られた。母親にも浪人すればいいでしょと泣きながら言われた。でも妹は違った。私もバカだから気にすんなよとか、見返してやれよとか、励ましの言葉を投げかけてくれた。でもその当時の俺といえば、お前は頭がいいからそんなことが言えるんだとか、どうせお前もバカにしてんだろとか言って相手にせず、大学に帰っては家で2ちゃんや寝とげしてた。でもその生活も長くは続かなかった。俺が家に帰るとパソコンが部屋から消えていた。当然切れる俺。パソコンを没収したのは父親の方だったんだが、関係ない母親に暴力を振るい、家族関係は次第に悪化した。俺は家に帰ることが嫌になり、今度はゲーセンにはまる。友達がいないわけではなかったが、エフランに入った俺を心のどこかでバカにされている気がして、誘いとかも断った。一応高校はいいとこに行ってたから、なおさらなんだよな。でも自分が勉強しないのが悪かったし、浪人すればよかったとも後々考えるが、家族との関係は妹以外無視なので、なんか対抗心もあって言えなかった。まあ幼稚だったのよ、自分が。大学もサボり始めてたし、自分のプライド高すぎて大学の友達はできない。むしろ嫌われたな。だからその分ゲーセン、主に音ゲーにはまり、その金のために派遣とかでバイトしたりした。夜勤ばっかで生活リズムも狂ってたけど、唯一心配してくれたのは妹だった。1位、また夜勤のバイト？うん、もうちょっと自分の体大事にしなよ。今思えばそれはこっちのセリフなんだけどな。妹からはお兄ちゃんとかは呼ばれていない。ただ名前呼び捨て。でも友達とかにはお兄ちゃんとか言って紹介してくれてたな。なんか思い出したわ。大学1年の冬にそれは急に起こった。そん時はゲーセンじゃなくて電車の中にいた。急に電話が鳴る。相手はお母さん。母親から急に電話がかかるからなんかおかしいと思ったんだけどさ、その時電車の中で出れないし、そんなに無関心だったから気にも留めなかったんだけど、なんせずっと鳴ってるから緊急事態だと思って、すぐに目的地でもないホームに降りて電話に出た。もしもし、もしもし、今どこ？焦っているのがすぐに分かった。なんかあった？妹が部活中に倒れた。正直、そん時頭が真っ白。とかではなく、貧血とかだろうとか思って、俺は至って冷静。いやー、バカだよね。実にバカ。でもなんせ明るい妹だからさ、そんなことしか考えてなかった。それでも、なんかあったらとか、ほんの少しは片隅にあったから病院に行く。どうせ来なくてもよかったとか言われるんだろうなと思いながら、走ることもなく病院に着いた。でも待ち受けていたのは最悪の結果だった。俺は待合室みたいなところで親と一緒に待たされた。何時間待ったんだろうってくらい待たされた。それはそれは地獄の時間だった。無視されてる親と一緒だし、母親泣いてるし、
元気な妹は一向に現れてこない。そしてやっと現れた医者から告げられたのは、脳腫瘍の宣告でした。この時くらいの絶望は、未だに味わったことがありません。親も、俺がなればよかったとか思っていたに違いありません。言われてはないけど、現に俺も思ってしまったから。神様って残酷だと心の底から思いました。せめて今じゃないだろうと。まあそこからは悪性だと発覚したり、余命のことを言われたりと、今になっても思い出したくないことばかりですね。入院してからの妹のことを書きます。正直、脳に腫瘍があるから喋れないとか思っていましたが、バカの発想ですね。普段と変わらない妹がベッドにいるだけでした。妹は前と変わらずに明るく接してくれました。でもそれが辛いというか、なんというか、できる限り毎日病院には通いました。妹には何もしてあげていないという思いが強くあったので、せめても普段通りにくだらない会話をしてあげようと。勉強だって教えてあげたことはほとんどないし、タンプレなんて高いものをもらっても妹には安いので済ませていました。それでも喜んでいた妹を思い出すと申し訳なくなって家で泣いたこともありました。ある日、俺がいつも通り妹のお見舞いに行くと、妹が同じ高校のことを喋っているのが見えました。とても楽しそうだったので、邪魔しちゃ悪いと思い、帰ろうとしたんだが、妹に見つかりました。あ、よ、誰？お兄ちゃん。妹の同級生なんで、同級生としましたが、わかりにくいので、M 子にします。どうも。妹はよく家に友達とかを呼んでいましたが、病院にいたのは見たことない友達でした。この子は同じクラスの M 子。超可愛くない？私女だけど、M 子みたいな彼女欲しかったな。思ってもないこと言わないで。出来たてのカップルかよ。俺もここ座んなよ。ああ、うん。俺はしぶしぶ座る。その時話をしたのは、M 子は病院の近くに住んでいるからよく来てくれる。M 子は頭がいい。本が好きで何かの作文でいい賞を取った。M 子は礼儀正しくて先生から評判いいなど、大半は妹が M 子を褒めるだけだった。M 子は否定してたけど。そんなことを話していると、あたりが暗くなったので、妹に M 子を送るように頼まれた。まあ断る理由はないので承諾して M 子と一緒に帰る。すると M 子が妹のことについて語り出した。妹は私の恩人なんです。え？どうやら M 子は高校の初めで周りと会話するタイミングを逃し、一人で完全に浮いた存在になってしまったらしい。だから一人を隠すために本を読んで一人が好きを演じていた。そこで話しかけたのが妹だということ。まあ詳しいことは後々知ったんだけど、大体そんな感じだ。これからも妹と仲良くしてちょうだいね。あ、はい、わざわざ家の前までありがとうございます。俺はその日の帰り、電車の中で泣いた。知らない妹のことを知ると余計辛くなった。その日から M 子は妹のお見舞いでよく見かけるようになった。知らない間にうちの両親とも仲良くなってるし、一人の時もあれば俺が知っている妹の友達とかと一緒に来たりもした。でも妹は病気のことは友達とかにはちゃんと言っていなかった。いつ退院するの？と言ってもまだわかんないとか言ってはぐらかすのを見かけた時もあった。その日は朝から用事がなかった俺はいつも通り妹のところに行った。あ、今日は俺だけか。そりゃこんな時間から来ませんよ。だよな。
いつもと変わらない会話をしていると、急に妹が真面目な顔になる。ん？私さ、いつ死んでもおかしくないじゃん。だからさ、私が死んでも後悔しないように、いろいろと隠れて遺書とかも書いてたんだよ。え？知らなかった、そんなこと。でも俺も同じ立場なら、するかもしれない。だけど一つだけさ、心配なことがあって。何？ M 子のこと。あの子、私いなくなっても友達できるかな？え、でも前みんなと。ああ、あれは M 子と話してたらみんなが来ただけで、その後すぐに M 子帰っちゃったし。そこから沈黙が流れる。すると、妹がもじもじしながら、だからさ、俺、M 子のことをよろしくね。え？動揺した。だって俺、そんな M 子と仲良くないし、まず俺、大学生だし。同じクラスのやつに頼めよ。なんで俺なんだよ。当然のことを返したつもりだったが、当たり前のように妹が言った。だって M 子、俺のことを気になるって言ってたから。は？普通に焦った。なんか中学生の時にやる恋愛暴露してる感覚。正直可愛いとは思っていたが、妹の友達に手を出すほど俺もバカではない。っていうか、妹に兄のこと気になるとか言う M 子も M 子だ。まあそれだけ妹のことを信頼していたということだろうけど。気になるということだけで俺を巻き込むな。M 子がかわいそうだろ。そう言ってその話はないがしろにした。それから M 子とは会うたびに俺が意識してしまい、いつも通り話すことはできなかった。M 子が塾があるからと言って帰り、また二人になった時に妹がすべて教えてくれた。M 子はクラスに馴染めてないって本読んでるって今日も言ってた。なんであんな可愛いのに、俺もそう思うでしょ？まあね。前にさ、なんで友達に頼まないのって聞いたよね。頼めないんだ。それは前に M 子が病院で妹と話をしていた時のこと。その日はクラスの友達が来るのを知らなかった M 子と妹は、みんなが来た時にまずいと思った。M 子は妹とは仲がいいものの、その他のクラスのみんなとはほとんど会話をしない。でも逆に M 子がみんなと仲良くなるチャンスかもと妹は思い、帰る M 子を引き止めた。その時の光景を多分俺が見た。あ、今日は M 子はみんなと来てるんだ。あ、俺。あ、どうも。お菓子買ったからみんな食べてね。それじゃあ俺は用事あるから。特に用事などなかったが、あの場に入れるほどメンタル強くないので、あっけなく退場。その後、クラスの友達とかが妹に話しかけるも、やはり場違いだと思った M 子も結局我慢できなくて退場した。そこまでは聞いた。そこからの話。M 子が帰り、友達の一人が妹に、なんであんなネクラな M 子とつるんでるの？と聞いたらしい。妹マジギレ。あんたは M 子の何を知ってるんだ？とか、つるんでもないのにそんなことを言うな。M 子は陰口言わない、など。ちょっと言い過ぎたかなと思うが、時すでに遅く。妹どうしたの？ちょっと病気でおかしくなっちゃったんじゃない？とか言われて、みんな帰って行ってしまったらしい。それから確かにクラスのみんなの姿を見ることはなかった。でもそれよりも M 子とみんなの関係をもっと悪化させてしまった自分が腹立たしいとも。それで頼めるのが俺だけになったと。でも M 子が俺のこと気になるって言ってたのは本当だよ。それはどうでもいいよ。でも話してくれてありがとう。 M 子のことは妹が納得するかわからないけど努力するよ。そこからはあっという間だった。次第に弱々しくなっていく妹、髪も抜けて痩せ細っていく妹を見るのは非常につらかった。それは親も同じだと思う。その頃には妹は心配されるからという理由で
身内以外の面会を断るよう看護師さんに伝えたという。だから M 子も友達も来ることはなかった。俺は妹に M 子とかが来なくて寂しくないのかと聞いたら、この姿で会っても楽しい話はできないよと笑いながら言われた。メールではやりとりをしていたらしいけど、そしてついに妹は言葉を話さなくなった。それはもう辛かった。もう妹のそんな姿を見るのが嫌で、病院にさえ行きたくなかった。そんな時に知らないメアドからメールが来る。M 子だった。こんにちは、M 子です。前々から妹から聞いてたんですが、メールするの遅くなりました。今、妹は元気にしてますか？最近メールが返ってこなくて心配していたので、俺さんにメールしてみました。とかいう内容だった。妹のことを言うべきか言わないべきかものすごい悩んだ。無視されていた俺にも自分から話しかけて相談した妹のこともあってか温厚に俺の話を聞いてくれた。そして出した結論は言わないとのことだった。妹の気持ちを尊重したのだ。返信が来ないのも携帯壊れたんだってとかしょうもない嘘をついた。そしたら安心したのか、そうでしたか、ありがとうございますっていうメールと、もしよかったら私が作ったクッキー美味しかったか感想も聞いといてくれませんかというメールが来た。泣けてきた。そのクッキーは看護師が持ってきてくれたんだけど、妹は食べれないから俺が食べたクッキーだった。もちろん M 子が作ったなんてこれっぽっちも知らなかった。だから美味しかったって言ってたよと送った。その後妹は昏睡状態に入り、そのまま亡くなった。享年16歳だった。葬式で泣いている妹の知り合いを見ると、妹は愛されていたんだなと感じて自然と涙が出た。でももっと涙を流すことになったのは、一段落した頃に親からもらった妹が俺宛に書いた手紙だった。そこには妹が俺との思い出を綴った文章がびっしりあった。受験受かった時に腕時計買ってくれたねとか、あの時家にあった私のチョコ食べた時は殺そうかと思ったよとか、どうでもいいことも書いてあった。そして最後には、今までありがとう。俺は私の誇れるお兄ちゃんだと思ってます。私の分まで幸せになってください。それで手紙は終わっていた。泣いた。めちゃくちゃ泣いた。気が狂ったように泣いた。あれ？終わり？これだけ？文章はびっしり書かれていたのに、全部読んだ俺は物足りなくて、まだあるのではないかと必死に探すけど、やっぱりなくて、また泣いた。でもなぜか俺の手紙の中に、M 子の手紙が入っていた。何も書かれていなかったけど、これを俺が M 子に渡せってことだとすぐに分かった。気持ちの整理できなくて、M 子に渡すのに2週間くらいかかりました。何日の何時家にいますか？渡したいものがありますと送ったら、大丈夫ですと返ってきた。だからちゃんとその時刻にきっちりインターホンを鳴らした。家から M 子が出る。やはりその表情は暗かった。家、上がってください。あ、はい。リビングのテーブルじゃ話しづらいと思ってか、M 子の部屋に呼ばれた。ぬいぐるみとかキーホルダーとかもたくさんある女の子らしい部屋だった。気を使ってか、M 子の母が麦茶とお菓子を運んでくれた。渡したいものって何ですか？先に口を開いたのは M 子だった。これ、妹から君への手紙。その瞬間から読んでもないのに M 子は泣き出した。これは一人の時間が欲しいかなと思った俺は、その手紙を置いて一人で帰ろうとした。すると、まだ行かないでください。一人にしないでください。と、泣きながら言われたので、
俺は下をうつむきながら彼女が手紙を読み終えるのを待っていた。もうね、俺と同じくらい泣くのよ。心配して M 子の母も来ちゃったりして、でも空気を察してすぐに戻っていった。手紙を読んで泣き止んでから最初に言われた一言は、なんで病気のこと言ってくれなかったんですか、だった。俺は妹の気持ちを尊重してとかを言おうとか考えたけど、結局言い訳みたいだったので黙ったまま下を向いてた。そしたら次は M 子がしょんぼりして、私は妹に信用されていなかったのかなとぽつりとつぶやいた。だからあの話をすることにした。妹が教えてくれたクラスの子が来てから、M 子が帰った後にガチギレした話。本当は抵抗あったんだけど、行った方がいいと思った。その話をした途端、また M 子は泣き出した。泣き止んだ M 子は、今でもクラスで浮いた存在で、学校が辛いのに妹がいなくなってから、どうすればいいのかわからないと俺に言った。いろいろ考えたけど、そこは男なので、困ったことや悲しいことがあったら俺に頼めって、妹の代わりになるって。今考えたら気持ち悪いかもしれないけど、真面目にそう言った。そう言ったら急に M 子が俺に抱きついてきて、俺の胸の中で泣いた。その時はどんだけ泣くんだよというのと、いきなりのことに心臓バクバクで頭混乱してた。それからはメールで M 子の相談を受けたり、電話で話したりとかしていくうちに、二人で遊んだり、どちらかの家に入り浸ったりすることが多くなって、M 子にせかされたので、俺が告白して付き合い出しました。妹が亡くなってから元気のなかった俺と M 子だけど、二人でいるようになってからは元気を取り戻していったし、そんな俺を見て親も元気になってくれました。M 子は2年になってから、新しい友達がたくさんできたと言って、俺に喜んで報告してくれたりもした。そして約5年間付き合った後、俺が社会人3年目、嫁が大学卒業を機に結婚しました。双方の親も喜んでくれたし、何より妹が一番喜んでくれたんじゃないかと感じます。妹からもらった最高のプレゼントとは、嫁のことです。妹がいなかったら会うこともなかったですし、ここまでうまくもいかなかったと思います。これで終わりです。読んでくれた方、ありがとうございます。このスレを立てた経緯は、先日、2人目の子供を妊娠したという嫁の報告があったのと、娘を抱っこしながら笑っている妹の姿を夢で見たので、何かの縁だと思って立ててみました。